ちゃ映ってる。食べたいの？近寄らないでね。うん、大丈夫だよ。でもさ、これさ、結構幅太いじゃん。何の？あ、かわいい。何の幅？このさ、リンゴの皮の幅がさ、だいぶ太いじゃん。いいんだよ、それで大丈夫だよ。でもさ、一番長くするにはさ、ちょっとかわいいね。ああ、そういうこと？そう、しょうがない。長さ。長さ選手権だね。そう、一番長いの。うまいね。うまい？うまい。ありがとうございます。ちゃちゃ、危ないよ。ね、かわいいね。包丁はある程度一定で、うん、リンゴを少しずらしていくの、そうやって、うん、今そうなってるけど、そういう感じ、イメージは。イメージ合ってる、うん、うわ、細くなっちゃったよ。ちょっとね、厚めに切った方がいいよね、うん、ここなんか傷んで、へこんでる、進まない。この場合はどうしたらいいですか。でも、行くしかない。あ、切れちゃう、いやー、こう、端っこの方はきついね、うん、でもうまい。1分間でしょ。あ、もう1分52秒も経ってる。え、もっとリズム、テンポよくいかなきゃダメってことね。そういうことだね、うん、へこんでる、このリンゴ、うん、ちゃちゃ、ここぐらい最後ペッペリは変わる。そう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 、送れば自分のリンゴを送って、うん、あんまり力入れるとね、すっぽ抜けた時自分の指いっちゃうから。そう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 、もうこれが限界な気がする、うんうん、じゃあちゃん、ちょいちょいしたの。何だったか、最後切れちゃった。そうそうそう、そういう感じ。てん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 にゃちゃちゃ、食べちゃダメだよ、チューチューダメだよ。あー、チューチューしてんの、かわいいじゃん。ネックレス、ネックレス食べてる、食べてる。あ、すごいじゃん。割と普通にできたね。全然上手。効果素晴らしい。すごい、すごい、ちゃちゃ、切れました。